中島選手お疲れ様です。お疲れ様です、まずは前節得点を挙げました。あのシーンから振り返ってください。いや、練習中から両腕と合わせてたんで、その練習の成果が出たし、まあそこを本当クリア狙ってたので、はい、非常にボールも良かったし、まあ、ヘディングも良かったと思います。常にゴールを狙っている姿勢からの、まあ、ゴールだったのじゃないかなと思うんですが、そのあたりはいかがでしょうか。そうです、まあゴールを常に狙っているというところもそうですし、またチームのために自分が取って勝てればいいなというのは自分の中では理想なので、そこを、はい、突き詰めています。前節のゴールで3試合連続ゴール中ですが、記録としては意識しているところですか。いや、全然意識しないです。とにかくチームが、まあ、僕は自分が取って点勝てればいいなって、チームのために点取りたいなと思っています。そんな中、話は変わるんですが、今日から、岐阜戦に向けてトレーニングが始まりました。今日はどんなことを意識しながらトレーニングに取り組みましたか。まあ、オフ明けなので、コンディションを岐阜戦に向けて上げていくように、今日とにかく体を動かすことを意識して、はい、やりました。次の対戦相手の岐阜の印象があったら教えてください。最近調子がいいチームだと思いますし、本当にアグレッシブに戦っているチームだと思いますので、それ受け立つというよりも、自分たちから、まあ、チャレンジする精神だったり、自分たちが相手よりもアグレッシブに球際だったり、背中の方だったり、本当に相手よりもチャレンジしていきたいなと思っています。最後になりますが、ファンサポーターの皆様へメッセージをお願いします。またアウェイになりますけど、勝って帰ってきたいと思いますね。熱い応援よろしくお願いします。ありがとうございました。